はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクターを使っていきましょう。フーラですね。パーティーに入れてる人も多いのではないでしょうか。フーラは攻撃もバフもできて、結構優秀ですよね。今日は、フーラの最適な装備は何なのか。やっていきたいと思います。では今日戦うボスですけども、ドラゴンウーに行きましょうか。はい、では見てみましょう。それではドラゴンウー行きましょう。まずはですね、扇から行きます。扇はね、基本的に攻撃じゃなくって、これ支援なんだよね。バフなんだよね。一番いいのがこれ、風切りの舞だね。全体の呪文ダメージと攻撃力を上げるってやつなんだけども、オンラインでは、これバイキルトなんですけども、オフラインではバイシなんですよね。次のアップデートで変わるかもしれないんですけども、ちょっと効果が微妙な感じ。でも全体にかけれるっていうことで、まあいいんではないですか。2ターンに分けて、かけていけば全然強いのでね。で、この扇をつけた状態で、煉獄火炎、そしてバギムーチョ使ってみましょうか。どれぐらい与えるんだろう。で、装備によって変わるのかな、ダメージは。そこがちょっと気になるところですね。まずは煉獄火炎いきます。297。あー、こいつは多分耐性があるのかもしれないね。うん、297か。なんかすごいイマイチな感じだね。で、バギムーチョはどうでしょう。扇は攻撃魔力は増えません。511。あー、まあ普通のアタッカーに比べるとちょっと物足りない感じですけども、全体にダメージを与えれるとか、そういうのが魔法とか特技はあるんでね。まあいいんではないですが、まあ基本的にね、バフ要因なので。はい、じゃあ次の装備見ましょう。では続いてはスティックですね。スティックになると、素早さが下がってしまうので、攻撃順がちょっと後ろの方になるんですよね。できればバフのフーラは早く動いてほしいところだよね。でもスティックにも使い道はちゃんとあるんだよな。スティックの時はキラキラポーンとか、あとは必殺のティンクルバトン、ここがすごく使えるので、スティックもねいいんですよね。ではちょっと、技を使ってみましょうか。どんぐらいいく？あー、316。あー、だよね。あれは魔力に依存するのかな。スティックは一応攻撃魔力が50ぐらいは上がるので、はいはいはい、ちょっとはダメージが取れるっぽいですね。で、バギムーチョ、さっきほどが511だったけども600ぐらいいくかな。どうだ。変わんない？変わんない感じっすか？まあ、そうか。スティックは、なるほどね。煉獄火炎も多分誤差だったんでしょうね。まあ、スティック装備するときには、まあ、キラキラポーン、そしてティンクルバトン、それを使うときぐらいか。まあ、使うことは結構あるんですけどね。では、最後、杖、装備してみましょう。では最後ですね、杖を使ってみましょう。スティックと同じく素早さが上がりませんので、攻撃は一番最後か。まあ杖は攻撃魔力がかなり上がるので、アタッカーとしてフーラを使う場合はいいんだろうね。まあ、特技もそうね、あれだよな、暴走魔法陣と必殺技の超暴走魔法陣、これぐらいだもんね、支援っていうのが。
でも魔法色で使わないんだよな今回って。そこまで物理の方が強いので、まあまあとりあえずどれぐらいのダメージを与えれるか見てみましょう。煉獄火炎行きましょう。変わんなかったらちょっとショックだな。行け。あー若干上。そうか、でもまあまあまあね最初のうちは使えるからね。そうか、どの装備つけてもあんま変わんないのかもしんないな。まあまあバギムーチョはさすがに変わるでしょうね。いけ、600ぐらいいく。変わんないじゃん、全く変わんない。そうか、となると杖を装備するメリットっていうのがないかもしれないですね。微妙すぎる杖。それでは最後に必殺技のダメージをちょっと見てみましょうか。さすがにね、必殺技では差があると思うんだよな。さすがにね、バギムーチョはそんなにね、変わりはなかったんだけども、変わりはもう全くなかったよ。全くなかったんだけども、さすがに必殺技は違うよ。まあ、西洋の杖、一番ね、魔力が上がるので、これはちょっと後に取っておきましょう。魔力750だからね。なかなかですよ。はい。まずは、扇で、ドルマドン、使ってみましょう。これ、ドルマドンもさ、これ、発音がちょっとわからないところあるんですよね。ドルマドンなのか、ドルマドンなのか、どっちなんでしょうね。ちょっとわかんない。まあ、行ってみましょう。どうだ？まずは、扇。あー、1846。さすがだね。おっと、そうか、扇を装備してるから、素早さが一番早いんだ。だからね、最初に行ったってわけね。では、次、西洋スティック、行きましょう。こっちの方が、まあ、若干なり、攻撃魔力が上がるからね。もうちょっと行くでしょう。乾燥行くかな？どうだろう？ドルマドン！さすがに必殺技のダメージは変わるよ。若干？本当に若干じゃん。そんなもん。いや、さすがに、杖を装備すればさ、さすがに乾燥行くでしょう。ねえ、他のやつとはやっぱり攻撃魔力が違うんだからね。じゃ次、西洋の杖でやってみます。さすがにカンスト行くでしょう。行け。あー、だよね、さすがにカンスト行きますね。そうか、まあ通常の特技、呪文は、変わりが全くないんだけども、必殺技は、さすがに杖を装備した方が良さそうです。でも、カンストまで行くんで、杖をわざわざ装備せずとも、いいかな。扇でも1800ちょっと行くから、そっちでも全然いいよね。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、フーラ、どの装備が最適なのか見ていきましたけども、まず杖はね、俺装備しなくていいと思います。やっぱり魔法攻撃をするからこれだよなと思ったけども、そう変わりはないですね。スティックを使っても、扇を使っても、なので俺のおすすめはやっぱり扇ですね。常にまずは扇を装備してて、でキラキラポーンとか、あとティンクルバトン使いたい時に、スティックに変える、まあ、そんな感じでいいんじゃないですか。杖はおすすめはできないですね。まあ扇とスティックは
盾も装備できる。まあこれもでかいと思います。はい、ということで、フーラのおすすめはやっぱり扇です。うん、まあ支援のためにね、素早さも上がるしすごく使いやすいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。